太陽って別なの知ってた？うん、どうやってる？知ってた？知ってた？うん、知ってた。あ、いや知らなかった。知らなかった。あ、知らなかったわ。知らなかった。びっくりだったよな、聞いた時。そうだよね。みんな知ってるんだよ。絶対クズハとか知らないから。なめてんな。いや、知らないよ。多分、一緒だと思って、マジで一緒だと思ってるよ。喋れないこと、いいことに。おー、そうっすね。そんな、超的なこと知っとるわ。あいやいやいや姉ちゃん、そんなことも知らなかったの？いや、知ってんねー。知ってんねー。大会だもんね、姉ちゃん。何が。いやー、今のリビングに集まってみんなでゲームなんて古い古いって思ってたけど、やっぱ時代はオンラインしようって思ってたけど、顔見てしっかり煽りたくて来たよ。あー、そうだ、でも、そうだ、ちょっと、じゃあゲームの BGM 止めよう。そうだ。じゃあリビング戻ろう。はい。リビングに戻ろう。あ、やっと出てきた。やっと喋ったわね。いや。待って、声が変わらない。変わんなかった今。あ、やっと喋ってくれたわね、クズハ。いや、部屋から出てきた。嬉しいよ。嬉しいよ。話してくれる気になったな。やった。なんその引きこもりみたいな太陽何いやそう、なんか、うん、さっきさ、うん、ママが4人で、4人揃ったら話し合おうって言ってたから、うん、ひまはね、もう先出しで言っちゃうけど。どうしたの、ひまわり。え、なんかね、この間ね、うん、ね、うん、ツイッターで、パパがね、タイムラインに流れてきて、画像を開いてみたら、なんか、パパが、なんか、短いスカート履いて、なんか、ひまと一緒の靴下履いてた。ひまの靴下なのかな、あれ。うん。えマジで違うんだよ。ニソン履いてたの？ちょっと、重みが違うわ。ただニソン履いていたのと、ひまわりのニソン履いていたのでは。それはちょっと、私も初耳。えあなた、え違うんだよ、それは。いや、違うんだよ、それは。あなた、レースのスカートといい、あなたはちょっと。いや、ちょっと、それ巻き込まれ事故というか、ちょっと。大体、うん、違うんだよね、ちょっとね。じゃあ、俺も言うけど、この間、姉ちゃんが盛りのついたメス猫のモノマネしてた。え今あり！え？え、なんで？盛りってダメなの？でも、クズハードのモノマネはよくするね。え、どうだったえ？どうだったえ、そうなの、それやったら先行くわ。あ、どうぞどうぞ。行くで、はい、盛りついたメス猫。わー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 以上でーす。めっちゃ似てるからね、これ。めっちゃ似てるよ、ほんとに。もう、ほんと似てるよね。うん。似てる、ほら、ほら、ほら。めっちゃ似てるよ。これね、にゃんこ飼ってる人、マジでわかると思うよ。やべえな、これ。これ、家族会議来るな、これ。これ、パパに内緒にしててもらっていいですか？パパー！パパー！やばいな、これ。パパと弟にはちょっと黙っててもらって。黙ってもらいましょう。いや、やべえな、これ。まわり、こないだそれをやっちゃダメって言ったでしょ？え、なんで、なんで、盛りダメなの？なんでじゃないわ、ひまわり。え、なんで？さっき説明したでしょ。盛りの意味をよく、盛りの意味よく知らないんだよ。いや、ほんとにこの子わかってなかったの、さっき説明したら。成長期だと思ってたの。まあ、とりあえず、それは誤解なんだよ。ね、誤解だよな。そうそうそう。本当に。みんなが騒いでるだけで5回。ちょっと私以外この家族ちょっとおかしいんじゃないの？俺もかよ、母さん。マッサンダ、ティーバッグ。頭が。ちょっと、不安になってくるわ。記憶に新しいわよ、マッサンダ、ティーバッグはまだ。なんだよ、もう本当に、母さんも。てか、家族みんなおかしいよ、本当に。私何もすらんの。私は違う。
な、私の持ってない。違わない、違わないでしょ。違います。違わないでしょ。変な。マリも笑ってないで、あんた話に参加しなさい、笑ってないで。はい。いや、パパがだって、ひまる靴下取るからさ、お揃いにしたかったのかなと思って。あ、そんな可愛い。そんな可愛い理由？いやでも異常だからね。娘とお揃いの靴下着て結構異常、微笑ましくね。え、でもひまはいいよ。全然おかしい。パパと一緒でも構わんよ。いや、ひまりやめなさい。ひまり、これ違うんだって。違う。あ、これは違う。あ、この流れは違う。違います。え、そう、履いてないんだ。私は履いてないんだよ。これは違うやつだ。誤解してるんだってみんな。父親の趣味は怪しいし、娘は盛りのついた別猫のモノマネするし、盛りは引きこもりだし。なんだよ。しっちゃかめっちゃかよ。しっちゃかめっちゃかよ。違うんだよ。ちげえわ。俺の何が悪いんだよ。うるせえお前ら、拳で解決だ。ありがとう、スマッシュブラザーズだ。というわけでね、10月の本に発売された、はい、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルをやっていきます。よろしくお願いいたします。お願いします。いやー、相変わらず嬉しい導入だな。自然な導入だわ。自然な導入だわ。ちょっと、クズハが一番、うん、あれ、いいやつできてよ。自信あるやつ。いいよ。ちょっと待って、ヒマ、液晶にするわ。泣いちゃうよ。いや、もう、マジでやってるぜ、ピー。マジ泣くよ。いいの？マジで泣く。なんで、泣いたらどうすんだよ、ほんとに。ちょっと待って。泣いたらどうしよう。2回目だぞ。泣いたら父さんと母さんに怒られるから。うん、男は泣くもんじゃない。じゃあ泣かない。うん。男はって言わなかったけど。男とはって言ってよ。うん。大丈夫。男とは？女の子は泣いていい。え？パパずれてるわ、パパ。何が？どういうこと？父さん、俺は泣かないよ。泣かないよね。クザ君は泣かない。そうだよ。来た。応援しよう。私ひまわりじゃあ応援します。ういするわ。始まりましたけどもね。こんな端っこいじゃん。はいはいはい。やっちまうぜ。端っこ取って。なんだこいつ。これ誰の友達これ。キャサリン。あ、ちょっとダメだよ、姉ちゃんそれ。あ、知らない人。知らない人来たよ。姉ちゃんの彼氏これ。あ、そうよ。こんなやつ出てきた。ちょっとこいつ、どうぞじゃないか。イエーイ。ロンゲチョーク。いや、こいつ。同業者の可能性ある、これ。同業者？同業者の可能性あるな、ちょっと。仲良くしていこう。あ、来た。よし。いけ、君に決めた。なんだこいつ、ダサ。姉ちゃん、どうせその雷でどうにかしようと思ったんでしょ。雷はフレームがな、多いから、あぶ使えないんだよ。あフレーム危ねえ。難しい話。詳しいな。フレームがな、発生フレームだ。これ発生が長いらしいぜ。待ち構えて、うまい。しっかりガードして、あ、ガード合戦になって。ガード合戦。ガード合戦になったの見越して、クザ君が掴みに入る。あ、なんだこれ。バイバーイ。出た、フレームが多いやつだ。天柱。フレームが多いやつ。あ、天柱いいのか、クズハマる。お、これ最強アイテム。前に入ったらやるよ。え、出てくる。出てしばらくついてきて、おっと、画面が2人とも押されそうになる。あっと、おっと、危ねえ。ギリギリ。どうせ雷でしょ。ピカチュウ持ってる。ぶっそう。ピカチュウが近代兵器の使い方覚えてしまった。つかみに入るがギリギリ。間違えない。うれ。あ、ちょちょ。うれ。うれ。そのもう結構捕獲っすね。ちょっと姉ちゃん、これ。おっと、霧が入って、落としちゃうよ。もうなんかもう、吹っ飛ばし現実が痛い。おっと、決めた。これ何？マイナス1って何？あと30秒、あと30秒。頑張って。ひまわり頑張って。いけるわ。まだいけるわ。頑張れよ。いけるで。ちょっ
画面端を背負わないようにしてるのがいい。このステージな、難しいよな。難しいよね。ちょ、なんか。うらうらうら。そい。なんだこれ。あ、これ。S のやつはなんかポイントが増えるんだよね、確かね。そい。いたー。まんまとおびき出されたね、姉ちゃん、端っこに。あ、もう、手に喪失してる。泣いてきたねえの、あの、ご卒業の上で。パパが2杯はくいばよな、なんでよ、なんで私見てんの。思い出し、悲しいな。くそ、結構つらい。いや、誤解なんだよ。相当ショックじゃんよ、ほんとじゃったら。いや、ほんとだったらもう立ち直れねえよ。いや、ママとパパの問題を解決しよう。じゃあ、1対1ね。あ、そう。